ブラトコ・アンドノフスキは、マケドニア出身のサッカー指導者、元サッカー選手。現在は、NWSL のレイン FC の監督。以前は、FC カンザスシティや、プロインドアサッカーチームのカンザスシティコメッツの監督を、務めた。マケドニアのプロサッカーリーグプルパ・マケドンスカ・フドバルスカ、リーガに所属する FK ラボトニツキや FK マケドニア、ジョルチェ、ペトロフ、FK ワルダールといった、 様々な欧州のクラブで6シーズンプレーした。2000年、ナショナルプレミアリーグのウィチタウィングスでプレーし、その後はメジャーインドアサッカーリーグのカンザスシティコメッツやカリフォルニアクーガー、フィラデルフィアキックスでプレーした。指導者としてのキャリアの始まりは、カンザスシティにあるいくつかのユースチームを指導した。2010年、アメリカのプロインドアサッカーリーグ、 メジャーアーリーナサッカーリーグのカンザスシティコメッツのアシスタントコーチに就任。2012年12月5日、NWSL の FC カンザスシティの初代監督に就任。シーズン最初の10試合を5勝4敗1分けでスタートし、その後10試合負けなしの当時のリーグ新記録を樹立した。8月13日に行われた。 リーグ最終戦のシカゴレッドスターズ戦では1から1で迎えたアディショナルタイムに失点しシールドを逃したリーグ2位で進出したプレーオフ準決勝のポートランドソーンズ戦では一時は2から0とリードしながら延長戦の末に2から3で敗れ敗退した2013年8月29日カンザスシティコメッツの監督に就任 NWSL のオフシーズン期間はコメッツを率いた。2014年、FC カンザスシティは、レギュラーシーズンを12勝7敗後分けの2位で終え、プレーオフ準決勝で、ポートランドソーンズを2から0で下し、決勝で、シアトル・レイに FC を2から1で破り、初優勝を果たした。2015年、FC カンザスシティは、レギュラーシーズンを9勝6敗後分けの3位で終え、 プレーオフ準決勝で、シカゴレッドスターズを3から0で下し、2年連続、同じ組み合わせとなった決勝で再び、シアトル・レイン FC を1から0で破り、2年連続で優勝を果たした。2016シーズン、FC カンザスシティは7勝8敗後分けの6位に終わり、2013年に、監督就任以降初めて、プレーオフ進出を逃した。2016年8月、 三シーズン務めたカンザスシティコメッツの監督を退任。2017シーズン、FC カンザスシティは8勝9敗7分けの7位に終わり、2年連続でプレーオフ進出を逃した。シーズン終了後、FC カンザスシティは活動を停止し、チームは新規参入のユタロイヤルズ FC に引き継がれたが、アンドノフスキは監督に就任せずにチームを離れた。 2017年11月7日、ローラ・ハービーの後任として、シアトル・レイン FC の監督に就任。2019年10月、アメリカ女子代表の監督に就任。ありがとうございます。